こんにちは、手相メンタリスト高海と申します。手相知識を使いながら心が軽くなる配信を目指しております。 YouTube チャンネル登録者10万人を目指して日々発信させていただいております。いつもご覧になっている方ありがとうございます。登録がまだお済みでない方、ぜひお力を貸していただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。また手相は左手右手どちらで見た方が正解ですかという質問をよくいただきます。僕個人の意見としましては、どちらの手で見ていただいても構いません。どちらか基準が欲しいというのであれば、とりあえずは左手で見るようにしてみてください。その理由については以前配信した動画で詳しく解説させていただいていますので、概要欄にそちらの動画のリンクを貼っておきます。もし興味ある方がいらっしゃいましたら見てみてください。それでは解説に移っていきます。本日は一部の人間だけが持つとされる最強の手相というテーマでお話しさせていただこうと思います。僕も鑑定士として5年ぐらいやらせていただいておりますが、本当に数人しか見たことがなかったとされる非常に稀な層になります。今日紹介する層の持ち主はきっとこれから飛躍できるチャンスがあったり、もうすでに成功できているかもしれません。まだまだ成功ができてないと思っている方は、これから自分を信じてガンガン突き進んでいけばいいでしょうし、今成功できていると思うのであれば、今の喜びをかみしめてもらえたらと思います。それでは解説に移っていきます。まず一つ目は中指へ向かって伸びる線、運命線へ、薬指の下縦に落ちる線、太陽線と小指下縦に落ちる線、財運線が扇状のような形で3本重なるような形になっている方、覇王線の持ち主です。三鬼門とも呼ばれ、非常に稀な層で億万長者の層とも言われています。経営の神様松下幸之助さんにもあったと言われています。企業の創始者としての資質もありますし、お金を生み出す力は桁外れにあるでしょう。現在会社勤めの方でこの層の持ち主だとしたら、自分の思うままにガンガン突き進んでもいいのではないかと思ってしまうぐらいです。女性にこの層がある場合は、男性よりもさらにたくさんのお金を生み出せるでしょう。女性ならではのきめ細かさや気遣いは男性にはない武器です。どんどんアグレッシブに行動していくことで金運がどんどん高まっていくでしょう。性格的には若干ワンマンで独裁的な部分もあるので、周囲の意見に耳を傾けられることが大切になってきます。ただしその強い姿勢があるからこそ機運がついてくるということも考えられます。なので人の痛みを知りつつも、最終的には自分を信じて前に進むという生き方がベストだと思います。写真の方のようにこうまではっきりした層を持つ人は稀になります。ただ惜しい方はかなり見かけます。惜しい覇王線を持っている人は覇王線までもう一歩ですので、自分を信じて頑張って突き抜けていただけたらと思います。2つ目は太陽感という層です。薬指を半円で囲む層になり、非常に珍しい層として知られています。芸術的センス、人気、成功運、信頼といった素晴らしい意味合いがかなり強くあるとされます。人当たりが良く華やかな雰囲気を持っている人にも多く見られるとされ、対人運は良好で誰からも好かれるでしょう。引き立て運も持っているので、急に大抜擢されるということもあるとされます。当初は身分不相応でも退任を引き受けることで実力が養われていくでしょう。若い段階で成功する可能性も高く、名誉も手にできるとされます。周りからは華やかな人生を歩んでいるように見られてしまいますが、堅実な方だと考えられます。恋愛面でも異性を引きつける魅力がある方なので、特に無理をしてアプローチをかけなくても気持ちが通じ、自然に進展するでしょう。太陽感があることで自分の力に過信をしなければ、より満ち足りた人生になっていくでしょう。次は人差し指を半円で囲む層、ソロモンの輪の持ち主です。手相学の中では唯一名前に由来しているものになります。古代イスラエルのソロモン王は知恵と富を持ち、国を栄えさせたことから、知恵や指導力、人に対する影響力に長けているとされます。人の上に立つことでモテる能力が大いに発揮できます。性格的にはプライドが高い人に多いです。ちょっとしたひらめきやアイデアがお金につながっていくでしょう。向上心も強く、自ら努力して業績を残したり名誉をつかむとされます。非常に野心家でもあるので、それに向けて努力を積み重ねることもできるでしょう。優秀な指導者の器があるとも言えます。独立心と協調性のバランスをうまく取れれば、より一層成果が上がっていくでしょう。次は直感線の持ち主です。月球と言われるところから小指の下水星球という部分に向かって弧を描いて結ぶ線を指します。直感が鋭く、物事の本質を見抜く力があるとされます。第一印象で人や物の本質が判断できる人が多いともされていて、芸術的な直感もあり、独特の感性を持っています。
時代の変化や顧客のニーズを的確に捉えることに長け、ベンチャー企業や経営者になると大いに力が発揮できます。独立企業を目指したりフリーランスで活躍も期待できるでしょう。組織内にあっては仕事の割り振りなどに長けているので、責任者やリーダーとしての手腕が震えます。直感線が鮮明に現れ、綺麗な弧を描いている場合は非常に珍しく、かなりの吉相となります。直感線の持ち主は考えすぎるよりも直感を頼りにすることで多くの成功がつかめられるでしょう。最後は幸運線の持ち主です。月球と呼ばれるところから中指の下土星球か薬指の下太陽球へ向かって長い線が出ている人です。こちらは大変貴重で、予想もしない偶然の出会いによって運勢が好転できる人に現れるとされます。性格的には前向きで明るい人が多いでしょう。もともとの性格が消極的でも、この幸運線が現れてくると物事に積極的になれ、行動範囲が広くなっていきます。ラッキーやチャンスが次々にやってくる証としても知られています。不意に好機が訪れるので、いつでもそれが活かせるように自分を磨いておけば最大限の力が発揮できるでしょう。たとえ困難や失敗に遭遇したとしても、この幸運線が出ている間はそれ自体が幸運のきっかけになるので心配する必要はありません。どのような出会いもおろそかにしないようにしておけば、より一層の幸運がつかめていけるでしょう。本日は非常に稀な層を紹介させていただきました。僕も最初にも言わせていただきましたが、鑑定士の歴史の中でも数人しか見かけられない層です。もし現在あるのであれば、大変貴重な層の持ち主ですから、自分を信じて今日紹介させていただいたポイントも参考にしていただきながら、自信を持って突き進んでいただけたらと思います。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。